マックス鈴木 in 長野白馬。長野といえばこの人、ガデさんです。デカモーニングのガデです。長野といえばやっぱり信州そばの30分おそばの宴会チャレンジでございます。チャレンジスタート。糸口がでかい、すごい。フライじゃねえから、俺は持ってねえから。どうも、サムライイーティングをご覧の皆様、こんばんは、マックスです。マックス鈴木 in 長野白馬。はい、ということでサムライイーティング in 長野ですよ。 in 長野ですよ。分かってますか？これはどういうことか分かってますか？僕が長野にいるってことです。はい。あのですね、なんで僕がこの時期に長野にいるのかと、実は今あの白馬村というところにいるんですよ。本日はですね、第17回よさこい花白馬妖精と踊る非日常空間という祭りを開催しています。今回は13日14日そして今日この15日3日間それぞれ別の場所でお祭りやるんですよ、うん、なんとお祭りに特化しております。ちなみに詳細は、読もうと思ったんですけど、この辺に、はい、テロレロン、テロレロン、テロレロン、テロ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 ン、ここでいいですね、ここで、はい、やってくんで。何のレベットだったんですか？この僕の編集長さんね。あ、僕今誰と喋った？あれ？僕が今いるのは長野。そうです、長野といえばこの人、長野県が生んだアメーバブログ、B 級グルメ、トップブロガー、現トップを走り続けているガデさん。ガズです。あのガルさん の詳細はあの概要欄に貼らせていただくんで見てみてください。で、なんで今日ガゼさんをこう招いてのコラボというか2人なのかと、あのですね、長野といえばやっぱり信州そばのことですね。なので今日時間を30分に縛って我々2人でおそばの限界チャレンジをやってもらいます。おそばをね、ゆでこの状態、総重量で10キロほど用意していただいているとのことでした。なので30分で我々がどれぐらい食べれるのか、というわけでね、早速行ってみたいと思います。山田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツイーティング。何これ、普通だったよ。カメラの向こうにフュージョン。そう。はい、そしてじゃあ、日本屈指のフードファイター、でかい、身長が180センチは超えてますね。はい、超えてます。でかい、はい、お願いします。改めまして、白馬の皆様、こんにちは、マックス鈴木と申します。よろしくお願いします。で、今日の模様なんですけれど、ガデさん、このチャンネル、僕の YouTube 3つの、動画が上がりますんで、もしよろしかったら、白馬お祭りとか、白馬お蕎麦とかで検索していただければ、後日上がるので、もしよろしければご覧いただければなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、もうね、この量、これですよ、皆さん。いやいやいや、これ2個、さあ、それではこれ2個あるから、これと並行してビンゴ大会の方もやっていきますので、まずは早速チャレンジの方していただきます。皆さん、盛り上がる準備できてますか？さあ、行きましょうか。30分でそば、そしてスイカを食べていただくチャレンジスタート。拍手、いただきます。よし、ありがとう。ひと口というか、ひとすくいが多い。ひと口がでかい。うわうわうわ、すごい。どうですか、長野のおそば美味しいですか？あーっと、グッドポーズ出ましたよ。信州のおそば、ありがとうございます。いや、水で流し込んでるんですね、これは。駅の目の前、白馬駅の半端ね。いいですね、これ。おー、あのね、フードファイターの方々ってあれなんですよ、ただ食うだけじゃなくて美味しそうに食うんですよね。ね、なんかあれです、大食いの
かは本当に美味しいですもんね。美味しいものをたくさんいただいてるって感じで、はい、ね、なんか大正解ありがとうございますなんかね、食べてる方の感謝が伝わるというか、美味しいもの食べて本当に嬉しそうな感じが、ね、まさにフードファイターということですね。素晴らしい。ただ10キロですからね、なかなかこれ山が減らない、ね、山が減らないと思いますが、いや、おっと多い、すごい量、今ので多分かけそば1杯ぐらいの量ですね。もうちょっとあるのかな。素晴らしい。どんどん進んでおります。どんどん進んでいる。わあ、多い、すごい量。多分もう子供だったらもう3食分は食ってますね。うまい美味しいということで、ま、マジでうまいっす。本当にやっぱね、長野はねお蕎麦有名ですからね。本当に美味しそうに食べている。いいですね。おっと、山がちょっとずつ減ってきております。ね、いいですね。ちょうど4皿並んでるんで1皿の減りが分かりやすいですね。素晴らしい。さあ、今時間の方はね、着々と進んでおりますが、このペースはすごい、すごいペースです。吸い込まれていっていますね。ペースが変わらない。ペースが変わらないですね。割とあれですか、大食いの中ではお蕎麦は食べやすい方な感じですか。首をかしげる。なるほど。ただね、ラーメンとかだとね、ねえ、まあ、経過したというところで、ね、だいぶ進んでおりますが、すごいペース。どんどん吸って、フードファイターの方きれいに食べるんですよね。本当に素晴らしい。どん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 橋は止まらない。どんどん進んでおります。大体あれですよね、ワンコそばっていうのは、ね、632杯ということなんですけれども、100杯超えると、ね、なんかもらえたりするんですよね。なんか大正解、はい、なんで普通の人は100杯食えたらすごいみたいな、で200超えるとめちゃくちゃ食う人みたいな、それが600
杯、600杯超えてますからね。実はね、私も1回チャレンジしましたが、70ぐらいでもうお腹いっぱいで無理でしたね。それ、あ、おっとおっと、一皿なくなっていきますよ。わずか6分7分弱でこのお蕎麦一皿完食ということで、いや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 、さあこれから一皿の、これを食べきると一皿完食ということになりますか。素晴らしい、なんというスピード。はい、はい、一皿大きくなりました。素晴らしい。おっと、2皿目に足が今刺さる。多い、村井じゃない、村井じゃねえからあのドラゴンのパズルのやつやんねえから俺。いいね、あ、お水の方追加していただいてね。これあれですよね、4皿あるということは1皿これ全部で10キロってことですよね。1皿 3.3 くらいですよね。 2.5、 あ、 1皿、あ、そう 2.5 ですね。1皿 2.5 2.5、 4皿ということで、じゃあもう胃袋の中にはもうすでに 2.5 キロ入ってると。すごい、村井じゃねえっつうの。だからいいです、優しい。マックス鈴木さん、ヤジにもちゃんと答えてくれる優しさまだまだ余裕ですね。ありがとうございます、ありがとうございます。これまだそばだけじゃないですからね、スイカも3玉、スイカ3玉ありますから。やばっていうか、もうすでにこの時点でやばいですどんどん蕎麦が、さあこれで30分以内にこの10キロの蕎麦を果たして食べきれるのか、ね、序盤だとね、スタートだとね、みんな勢いよく、ね、入っていくと思うんですけれども、ね、今まだ10分前後ですか、10分前後ですか、残り20分でこれどうですか皆さん、食べきれると思いますか、これこのペースね、この長野の白馬の、ね、そらとした俺の師匠だよ、俺の師匠、蕎麦をひたすら食べるフードファイター。さあ食べきれるのか、やっぱりマックス鈴木さん、人すくいがとても多い。10分経過となりました。残り19分ということで、まだまだ、おっとガジさんの方が一皿を最後ということになりますか。いきますね、おっと、素晴らしい、本当綺麗にね、麺一本も残さずという形で綺麗に、ね、最後の、ね、器の方に映しております。素晴らしい楽しそう、
ね、マックス鈴木さん楽しそうに食べておりますね。ありがとうございます。なんかあとは一皿コラボってねえからさあ一皿なくなりまして残り、ね、一皿とちょっとという形ですか。さあ残りね20分切りましたけれども、カジさんの方も一皿完食ということで、おっとやっぱ大食いの人見てるとね、結構なんか謎なこんなフラフラした動きをしてるんですけども、あれは胃に落としてるという感じでよろしいですか。あの立ち上がってなんかフラダンスみたいなことするんですよね、フラフラフラみたいなね、あれは胃に落としてるんだ。なんか皆さんもなんか食べ放題行ったりするとベルト緩めるみたいなのありますよね。でもフードファイターの方は体を揺らすという独特なね動きをしますけれども、もっともっともっと声援を、ね、揺らして揺らして、ガミさんどうですか、まだ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 大丈夫ですか。おっともうねマックス鈴木さんには聞かなくてもいいかなと思ってるくらい、ね、声援に応える余裕すらある、ね、本当ねフードファイターの方々本当にまだまだ美味しそうに食べるという。さあ皆さん一気を飲んで見ておりますが、果たしてこれがなくなるのか、二人の胃袋の中に収まるのか。いいいいヤジが飛んでおりますよ。おごれよ、食べよ、おごれよ。その反応ってことはまだ食えそうな反応ですね。さあでもどんどん箸が進んでおりますが、これちょうどあとお互い一皿の半分、マックスさんのが残り半分ぐらいですね。マディさんの方も一皿完食の二皿目に突入しているという形ですね。さあ皆さん応援してください、どんどん。どんどん胃袋に吸い込まれていく。で、そば美味しそうだね、美味しそうだよね、そばね。うまい。ね。マックスさんはね、なんかいいホテルに泊まれたみたいな、多分気分もいい感じで今日に臨んでいただけてると思っております。ツイッターの方でね、前乗りですね、あれは前乗りですね。ちゃんとチェックさせていただいております。村井じゃねえから。 でもおじさんは合ってるよ。マックスといえば鈴木です。マックス鈴木さんはね、大食いファイター燃えがつを見てこれならいけるんじゃないかというねところから、ね、フードファイターの道がスタート。おっとお汁の方もおつゆの方も、さあねコーヒーでね今ね食べ、進んでおりますが、皆さん忘れていませんか、ビンゴの方に移っていきたいと思いますよ。さあこれを見ながらビンゴの方にも参加していただければ、その間もお二方は食べ進めていく。これは30分食べきれるのかどうかということでやっていきたいと思いますが、さあ時間の関係上ビンゴの方に移らさせていただきます。ただね大食い見るの好きな方はこのままね二人のね食べっぷりを見ていただいて、やる手伝っていいよ。ビンゴカードの方まだありますので皆さん、も
ら1枚もらえるのでこちらの方にお越しください。さあ皆さん、ビンゴカード持ってますか？それは後で説明すると、あれほどあったお蕎麦がどんどん減っていく。さあ、ビンゴカードもらってない方はこちらの方にお越しください。食べております。あざーす。胃袋2つあるんじゃないの？あざーす。大食いの方が進んでおりますが、こちらの方ではビンゴ大会拍手。さあね、時間の関係でちょっとね、大食いの企画と変更して、ビンゴの方に、進んでいきたいと思いますので、さあそれでは皆さん、ビンゴカード持ってますか？いいですね。ビンゴになった人は大きな声でビンゴと言ってください。こちらのテーブルに並んでいる商品の方がもらえるので、なんとこちらの商品は早い者勝ちとなっておりますので、ビンゴになった人から選んでいただく形になります。なんとお肉出てますよ。お肉、信州のプレミアム牛がなんとありますから、でその他、素晴らしい協賛の方ついていただいております。でこちらの方でご紹介させていただきます。白馬村観光局様、そして白馬町区、白馬町金融団、白馬駅前防震会、 JR 東日本株式会社白馬駅様、白馬観光開発株式会社様、株式会社白馬館様、株式会社イーストオールス株式会社様、A コープ白馬店、ハピア様、長野県主犯、長野支店様、アプロランド白馬店様、株式会社の泉商店様、大雪、平主導様、株式会社様、北安ですか、株式会社様、M ですかね、M 様、雷鳥の里、田中屋様、パタゴニア白馬様、白馬ヤマト屋様、白馬スポーツ様、桜不動産株式会社様、大田屋スポーツ様、ご覧ください。当日参照、白馬店様、じゃあノースフェイス様、有限会社白馬 NBS 様、MHS ヒポクダンススクール様、ヘッドジャパン様となっております。こちらの方の豪華商品の提供となります。皆さん大きな拍手を。
早速ビンゴの方始めてもいいですか。さあそれでは一つ目の方、引き逃しは現金ですよ。さあこちらの今こんなになってます、電子になってます、電子です。それでは一つ目開けていきましょうか、お願いいたします。さあ何が来るか、28番、違いました、15ですね、ごめんなさい、15番、15番です。28開けた人閉じてください。15番ですね、 B の15ってことですね、これは28の気持ちで B だけ光ってるので15ですね。はい、次行きましょう、15番でした、次行きましょう。27番、これはあれなんですね、一回止まったと見せかけてフェイクになるやつですね。はい、27番でございます。さあ続いていきましょう、52番、52番、さあ次行きましょう、4番、4番、これは誰か 出たのをメモってくれてはいるんですね、大丈夫ですね、ありがとうございます。後の確認がありますのでメモっていただければ。さあ続いていきましょう、20番、まだリーチはいないですか、リーチの方いますか、リーチいる、嘘ついたらハリセンポン飲ますんで、よろしくお願いいたします。さあ続いていきましょうか、46番、46番、さあリーチはいないか、皆さんビンゴの方は大きな声でビンゴと、この白馬の山々に響き渡る大きな声でよろしくお願いいたします。さあ続いていきましょう、66番、66番、さあビンゴが続いている中、カジさん、そしてマックス鈴木さんはどんどん食べている、どんどん進んでいる。さあ続いていきましょう、6番、6番、さあリーチ、そしてビンゴはいるか、まだ、お、何台？何台？さあ続いていきましょう、21番、21番、さあビンゴはいるか、さあまだビンゴはいないですね、リーチが、リーチの人ちょっと前の方に来ていただけるとありがたい。さあそれでは続いていきましょう、31番、31番、さあ続いていきましょうか、続いてはこちら、36番、36番、
まだビンゴはいない。さあビンゴになった方はね、商品早い者勝ちで選べますのでよろしくお願いいたします。さあ大食いの方が残り4分となりました。残り4分となっております。さあ30分以内に食べきれるのか、残り4分となっております。さあそれではビンゴの方に行きます。65番、このままちょっと下がろうか、このままちょっと下がろうか、ちょっと下がろうか。なんとガディさん、そしてマックス鈴木さん、お蕎麦完食ということで。完食じゃない、あとちょっと、あとちょっと、41番、まだビンゴはいないか、ちょっと子供たち下がろうか、ちょっと下がろうか、ちょっと前に出すぎかな、ちょっと下がろうかな。続いては56番、さあビンゴは大きな声で言ってくださいよ。はい、じゃあちょっと確認しましょうか。確認していただける方いれますか。確認していただける方。さあなんと大食いの方は残り1分、残り1分、確認した。さあどうぞこの中から好きなのを選んでいただければ。お、スイカ、大きなスイカゲットです。大きな拍手。次、ごめん子供たち下がろうか、ちょっと下がろうか、前に出てきてもいいことないぞ、前に出てきたからといって当たらないぞ。ちょっと降りようかな、ちょっと降りようかな、降りようかな、下降りようか、下降りようか。僕の声聞こえてる？聞こえてる？声聞こえてる？声聞こえてる？じゃあその声を頼りにしてね。うん。さあ続いていきましょうか。71番。さあお蕎麦の方が残りわずか。わずかとなって、おっとマックス鈴木さんが最後駆け込んでる。あのなんかラストスパートっぽいところが、あと20秒です。あの最後の駆け込みがなんかフィードファイターという感じが、ね、しております。お蕎麦をお二人で完食ということで、皆さん大きな拍手を。